私はやっぱりそっちのヒゲのおっさんの方が犯人だと思いますわ。おっさん言うな。見つけたけど勝手に使うね。鍵を見つけてくれてありがとう。ようやく倉庫に入れるよ。もしかしてここに閉じ込められたんやないん？ゴンベイさん、そんなことはないか。なんかさらに上に何の倉庫なんやろ。よ、すげえ上に来た。あ、煙突に入れる。もしかして、うわ、サンタ気分。え、入れ、おお、入れた。何ここ、隠し部屋ってこと？だって一応これ隣の建物のところに飛んできたけんさ、普通にゴンベイさんってことやろ。でもさっき中から入った時はおらんかったもんね。隠し部屋すごいね。真っ黒。うわー、あなたは誰です？私のシークレットルームに入ってくるなんて。しかもあんなところから。すいません。うわ、結構なスペースやね。集中するためにかな。なんか思ったよりお年寄りだね。私は小説家のゴンベイという者です。何かご用でしょうか？実は村長が。え、村長さんが殺された？私が真犯人じゃないかって？何を言うんですか。とんでもない、そんなことしていませんよ。疑り深い人だな。わかりましたよ。とにかく村長さんの家に行けばいいんでしょ。お、推理してくれるか。でもちゃんと名探偵がおったみたいやけど。スイッチオン。おお、なるほど、階段が。さあ、村長さんの家に行きましょうか。はいはい。なんだ、やっぱりゴンベイさんは家にいたんですね。覗いた時に見えなかったから、てっきりいないと思ってました。覗くなよ、人の家を。でもゴンベイさん一体どこにいたんでしょう。不思議だな。いや、まあ不思議ではないよね。こんなでかい家やのにさ、あんな一室しかないわけなくない？確実に2階あるよね。ゴンベイさんについて語ってるやつはいねえのか。ゴンベイさんはもう村長さんち行ったんかな。ゴンベイさんはもう村長さんの家に行ったんだよ。さあ、これで。てか村長は本当に死んでるのか、そこが疑問なんだけど。お、入ってった。待っててくれたのね。さあ、事件の真相をはっきりさせましょう。行こう行こう。来たよ来たよ、ゴンベイさん。で、いや、君か。どうしたんだい？ん？後ろに連れてきたのは推理小説家のゴンベイさんじゃないか。そうです。何？村長が手にゴンベイと書かれたメモを持っていたらって？会う予定があったとかじゃない？違う？仲いいって言ったし。そんなものがあったら私がとっくに気づいているはずだが。目は節穴なのか、君の。確かに持っている。すぐにわかるようなことを。わかったぞ。これはダイイングメッセージというやつだ。村長が最後の力を振り絞って、私たちに真犯人を教えようとしたのだよ。メモじゃないかな、ただの。つまり、ゴンベイさん、あなたが真犯人だ。そうか。道理であなたの推理小説は面白すぎると思った。うわ、もしかしてあれ、実体験ってこと？推理小説、怖。あなた、本物の犯人だったんですな。何人殺してんだよ。何言ってるんですか。私が村長さんをこんな目に遭わせるわけないでしょ。私と村長さんは大の仲良しなんですから。確かに仲良しだった。まあ、でもそれが犯人ではないという証拠にはならんけどね。しかしそれさえも犯人だと疑われないためのお芝居だったに違いない。どうかね、図星かね。そんな、勘弁してください。私は無実ですよ。なんかさ、この村のペンギンの家たち、ペンギンたちの家。なんかこの牛乳瓶みたいなのめっちゃいっぱい並んでない棚に。なんなんやろ。
カラフルやけどめっちゃ。第一、私はずっとある場所で新作を書いていたんです。村長さんとは会ってもいないんですよ。私はやっぱりそっちのヒゲのおっさんの方が犯人だと思いますわ。おっさん言うな。それにマリオは20代だったはずだよ。事件の謎はますます深まっていくばかり。あ、ほらほら、やっぱ死んでないやん。そこの荷物が落ちてきただけやって。てか、まず脈を測れ、脈を。あ、いたたたた。キャー、うちの主人が生き返った。お化け、お化けじゃないよ。死んでないんだよ。おや、皆さんお揃いで。これまた一体何がどうしたというんじゃな。村長、あんた死んだはずでは。密室犯罪はどうなったんだ。え、何のことじゃ一体。確かわしはゴンベイさんに持っていくお土産をそこの棚から取ろうとして、そうそう、足を滑らせて床に頭をぶつけたんだ。思い出したわい。床でなんや。これが頭の上に落ちてきたわけではないのね。はい、ゴンベイさん、あんたへのお土産ですぞ。キノコタンは良かったぞ。びっくりするようなことばかりでの。今度じっくりと大都会のお土産話を聞かせてあげよう。いやいやいや、急になんかすごいおほのぼのした感じに。あ、ありがとうございます。君のせいで二人の人間とペンギンが犯人に間違われたんだけど。村長、我々はあなたが殺されたものと思っていたのですぞ。まったくペンギン騒がすな。これからは気をつけてくださいよ。あれ、奥さんはそのプレゼントの陰におるんかな。なんかチラチラ動きよる気がしなくもない。あ、ああ、すまなかったの。それとも普通に部屋から出て行った。ははは、とにかくよかった。村長さんが無事で嬉しいですよ。では私も失礼します。家に戻って新作の続きを書きますよ。あ、いたいた。うん、なんだかよくわからんが、みんなに迷惑かけたみたいだの。ほんとよ。いやー、すまなかったですな。申し訳ない。ん？あんたマリオさんですな。こんな最果ての村へようこそ。あ、村長さんはちゃんとしてくれてる、ありがたや。どうなさった？星の生まれる谷へ行きたいんですかな？なるほど、わかりました。村の外に出られるように、門番に話をつけておきます。ご自由にお通りください。ありがとう。謝れよ、おい。めっちゃニコニコしよる。私は最初からあなたは犯人ではないと思っていましたわ。密室犯罪なんてバカバカしいですわよね。警備員さんたら推理小説の読みすぎですわ。おほほほほほ、あれ探偵じゃなくて警備員さんなんや。一言の謝りもね、ヒゲのおっさんとか言われたのに。さあ、これでみんなあれやろ、手のひら返しやろ。村長さんは死んでなかったんだって。転んで床に頭をぶつけたせいで気を失ったんだって。なんだ、だったらヒゲのおっさんは別に悪くなかったんだね。そうそう、密室犯罪の犯人はキノコタウンのお土産の箱さ。ははは、はこんな田舎にはミステリーは似合わないね。平和が一番だよ。さ、帰ろ帰ろ、家で小説でも読もうよ。帰ってった。家で小説。あ、ついてける、ついてける。もうここからおらんかった。クソ、家までついていけるかと思ったのに。あの、空いとった家かな。てか、あれは兄弟なのか友達なのか。あなたが犯人だというのはやっぱり間違いでしたね。あはははは、奥さんが大騒ぎして出てきたもんだからつい信じてしまいました。村長も元気でよかったです。いや、ほんと、みんな全然謝らない。村長さんが無事でよかったです。それにしても村長さんって案外女子なんですね。いや、ほんと人騒がせだよ。あははは、事件が解決してめでたいですね。みんなで犯人扱いしてごめんなさい。あ、君はいい子だね。ちゃんと謝れるね。事件解決したんですね。よかったですね。嬉しいです。ゴンベイさんが犯人じゃなくって。え、私？ゴンベイさんを疑ってました？そんな、それこそ濡れ衣ですよ。みんなこれゴンベイさんの小説家に持っとるってことなのかな。結構本も並んどるよね、棚に。
え、なになになに、同じことかと思ったら違うことやった。なんかこの間変なやつを村の近くで見かけたんですよ。マリオマリオって叫んで走り回ったんです。やっぱ怖っぱやね。なんだか怖いですね。そういう人には関わらないのが一番ですよ。うんうん、そういうのはね、見て見ぬふりするべきなんよね。この辺りには他の町からのお客さんがめったに来ないんです。だからこの村のみんなは見慣れない人に神経質なんです。でも最近は他の町からやってくる人が増えてますからね。そうそう、さっきからね、キノコタウンから来たであろう子たちがいっぱい。もしかしてこの寒い寒い村の人気が急上昇中かもしれない。ただ犯人扱いされた件、今後は来るかどうか。君はあれか。相変わらずなんだね。なるほど。あれかな、この子よりすごいのを持っとったらなんかくれるとかかな、もしかして。勘違いして大騒ぎするなんて奥さんも困った人だな。推理小説の読みすぎですよ。なんて言ってる私も実は推理してたんですよ。あははは。なんかな。もやもやする村だな。密室犯罪だなんて、寒い寒い村始まって以来の大事件でしたよ。とにかく事件が無事解決してよかったよかった。村長さんも元気で何よりです。疑われちゃったマリオさんは災難でしたね。一旦セーブしとくか。事件も解決したし。全然セーブできんねやけど。よし、さあこれでこの後は村を出るんかな。やっぱりあなたは犯人じゃありませんでしたね。村長さんもただ気絶していただけだったんだとか。だったら私が見た怪しいやつは何なんでしょう。全然関係ない？うん、関係ないと思う。なんだかがっかりです。がっかりすんなよ。現実には事件なんか起こらなくていいんだよ。あ、君か警備員。ごめんてごめんて。やれやれ、村長も全く人騒がせなお方だよ。危うく私が名探偵だということがみんなにバレるところだった。いや、名探偵やとしたら迷うって書く方やね。名探偵。この村の先には星の生まれる谷があります。とても不思議なところなんです。何でも子供の星が空に登っていくところらしいですよ。でも最近星が空に登っていくのを見ていないな。お、あ、もう階段出しっぱにしたの。集中できないんじゃない。床に頭をぶつけて気を失ったなんて村長さんはドジですね。本気で心配して損しちゃいましたよ。せっかくだから今回のことを新作の小説のネタにします。あなたのこともちょっと書こうかな。犯人の役じゃないから安心してください。それならそれならいいよ別に。ここからまた上に登れるかと思ったけど登れんか。さあ倉庫の整理をしなきゃ。倉庫の中には僕の大事なものがたくさん入ってるんだよ。とっても大事な大事なガラクタがね。これは君の倉庫なの？村の倉庫かと思ったけど。特に大事そうなものはない気がするけど。さあこれでもう出ていけるんやろ。最近この道を行った先に怪物が出るらしいんです。なんだか変な叫び声も聞こえるそうですよ。どんな怪物なのかは怖がって誰も確かめないのでわからないですけどね。もちろん私も確かめたくないです。はっきり言ったね。うん、村長のお漆が出たので通ってもよろしい。偉そうだな。この先に怪物ってことはどうしよっかな。レサレサに変えとくか。